最新の情報でエンゼルスに残留する可能性が濃厚になった。いやいや、大谷はシーズン後の FA で間違いなくエンゼルスを去るよ。このように現在も大谷翔平選手の去就について様々な情報が飛び交っているメジャーリーグ。あまりにも情報が多すぎて思わず何を信じていいのかわからなくなってしまいますよね。そんな中で頼れるのは米メディアでも有力情報誌でもなく、やはりチームメイトの証言や生の声でしょう。今回はエンゼルスの首脳陣が明かした残留に対する条件や、大谷選手自身が他球団への関心を示した注目発言をまとめてみました。憶測による情報だけではなく、より具体的に解説しているので、ぜひ最後までご視聴ください。トラウト選手を中心に、FA 引き止めに全力。現在、ア・リーグ西地区で首位レンジャーズに2ゲーム差の2位と、まさに好調のエンゼルス。昨シーズン後に野手を大幅に補強し、攻撃力がアップ。同地区で得点190は2位、本塁打48本は堂々の1位となっています。アメリカの有力紙ロサンゼルスタイムズのインタビューに対し、同チームのキャプテンマイク・トラウト選手はこう語っています。今年はやるよ、間違いない、絶対にやらなければならないんだ。特に翔平を引き止めたいなら勝ってプレーオフに進む。それによって残留に傾く部分が多少はあると思うからね。俺だけじゃなくみんな同じように思っている。もちろん選手以外もね。だからオフの補強には大満足しているんだ。ミナシアン GM がいい選手を獲得して必要な補強をしてくれた。間違いなく今シーズンはプレーオフに進むことができると思う。眼光鋭く強い決意で語ったトラウト選手。主砲が発した言葉だけにチームメイトも重く受け止めていることでしょう。また同じくエンゼルス所属で大谷選手と同い年のデビッド・フレッチャー選手も大谷選手について次のようにコメントしています。彼ほどに完成された野球選手はいないと思う。人間的にはとても謙虚。自分が良くないプレーをした時は励ましてくれるし、気遣いをいつもしてくれる仲間なんだ。間違いなくチームにとって一番必要な選手だと思うよ。それに翔平の競争力の高さは言うまでもない。チームの勝利を本当に求めているのがよくわかるし、誰よりもハードワーカーであるのも間違いないからね。一緒にいると本当に楽しいし、学ぶことがたくさんあるよ。チームにとって今一番必要な選手だ。このように熱く述べたフレッチャー選手。今季エンゼルスで8試合に出場して良い結果を残せず、4月15日にマイナー降格したフレッチャー選手ですが、大谷選手に残留してほしい思いは他の選手と同じか、それ以上であることは間違いありません。有識者たちそれぞれの思惑とは。過去2シーズンで目覚ましい活躍を続けているだけに、大谷選手に対する各球団の関心は日々高まっている状況です。アメリカの有力紙が出した統計をまとめると、来季の契約金は史上最高額の5億ドル以上になることが確実視されているのです。5億ドルといえば日本円にして約673億円、およそ現実離れした金額ですが、それほどまでの大金を用意できる球団といえば限られてきます。ニューヨークヤンキースやロサンゼルスドジャースなどの金満球団が移籍先の最有力候補と言われるのはこうした理由があるからなんです。とはいえ、少なくともシーズン途中でトレードされることは 100% ありえないと、スポーツ専門局 ESPN の名物記者で知られるバスター・オルニー氏は述べています。一般的にポストシーズン進出が危うい状況になれば、 FA となる年のスター選手は他球団の若手有望株などと交換トレードが成立することが多い。もし大谷選手をトレードするなら、去年の夏が最高のタイミングだった。しかし現在のエンゼルスは貯金2の地区2位と踏ん張っている状況だからね。チームが完全崩壊しない限りはトレードは絶対に無理だろう。このように見解を示したオルニー氏。実際に今季のエンゼルスは好調ですし、何よりそれぞれの選手が大谷選手を放出してなるものかと、チーム一丸となって張り切っていますからね。選手の立場からすれば、大谷選手がトレードされるなんてもってのほかだと思っているはず。しかしそれとは真逆に、エンゼルス前監督のジョー・マドン氏は米スポーツ局 MLB ネットワークの番組 MLB Now に出演した際、次のように持論を展開しています。
非常に言いにくいことだけど、今年、来年、再来年も戦える状況でなければ、エンゼルスは彼をトレードしなければいけないと思う。私が在籍していた時、彼に対して特に強い思いはなかった。でも、風向きは変わったように思う。今は全てのチームが獲得を検討するだろう。メジャーに渡った際に、彼は西海岸でプレーすることを第一に希望していた。でも今となっては彼もアメリカナイズされ、環境にも慣れたので、金持ち球団も獲得を検討するだろう。今の段階で大谷とトレードすれば、エンゼルスは複数の有力選手を獲得することができるからね。反対する人もいるかもしれないが、トレードせずに FA でよそと契約することは、私には到底理解できないよ。このように、シーズン中のトレードの可能性について言及したマドン氏。確かに大谷選手クラスとなれば、1対1ではなく複数の有力選手でないと釣り合いが取れないでしょう。まさに監督ならではの考えであり、同じフィールドで戦う選手とは違ったものの見方と言えそうです。今期のトレード期限は8月1日、まだ数ヶ月先のことですが、果たしてエンゼルスはこのまま好調をキープできるのか、そして大谷選手の本心はどうなのか、非常に気になりますよね。大谷選手の発言に注目。シーズン途中でのトレードやシーズン後の FA 交渉など情報が錯綜している現在、4月17日に行われたボストンレッドソックスとの試合後、大谷選手が直接言及したコメントが、レッドソックス移籍を匂わせるものだとして話題になりました。レッドソックスの本拠地といえば、フェンウェイパーク。同球場は100年を超える、メジャーリーグ最古のスタジアムとして知られています。近年、新スタジアムの建設ラッシュで、メジャーリーグの古いタイプのスタジアムが少なくなってきている中、フェンウェイパークはスタジアムを見るだけでも行ってみたいというファンがいるほど、スタジアムファンを魅了すると言われているのです。記者から、フェンウェイパークでの登板は2度目。球場の印象はどうですか？このように質問された大谷選手。少しだけ考えた後、次のようにコメントしています。まあ、好きな球場なので、マウンドも投げやすいですし、まあ、今日はなかなか天候も含めて楽しむというような状況ではなかったですけど、好きな球場なので、まあ心待ちにはしてますね。いつも、大谷選手のこの発言を受け、ツイッターなどの SNS では議論が沸騰。自身の FA が注目されているのは大谷も知ってるはず。そんな状況で他の球場を褒めるってことは、その年で契約を結ぶ可能性があるってことだろ。大谷がフェンウェイパークを好きだなんて嬉しいね。ぜひグリーンモンスターにぶち込んでくれ。このように、現地ボストンではファンが大熱狂。一気に大谷選手の FA 議論が高まるきっかけになったのです。とはいえ、ほんの些細な一言が注目されてしまう今の状況に対し、米メディアはやりすぎだという声があるのも事実。憶測や専門家による予想ではなく、大谷選手自身の声で FA に対する意見が聞きたいですよね。実際のところ大谷選手は3月16日に行われた記者会見で、FA や契約延長について次のようにコメントしています。代理人のバレロにどういう話が来ているかわからないですし、今はシーズンにフォーカスしているので、契約の話は全然僕の方としては聞いてないというか、あまり気にしてない状態で、今は完全にシーズンに集中している感じかなと思います。 FA についてはどっちみち契約が切れるので、今の段階で契約延長もしてないですし、契約が終わったらそうなるんじゃないかと思っています。僕はその道のプロではないので、 FA の相場が合っているのかとか正直わからないですし、まずは今シーズンしっかりとしたいいシーズンにできるというのが一番の条件かと。このように契約延長や FA については代理人のネズ・バレロ氏に一任しているという大谷選手。では下注のバレロ氏やエンゼルスの球団オーナーアルテ・モレノ氏は大谷選手の去就についてどのように考えているのでしょうか。オーナーは残留一択。現在のメジャー最高額での契約は、2019年にマイク・トラウト選手が結んだ12年4億2650万ドル。大谷選手の契約はそれを上回ることが確実視されていますから、仮にエンゼルスが再契約するとなれば、メジャー1、2位の年俸を支払うということになります。ただでさえトラウトでいっぱいいっぱいなんだ。
大谷と再契約する余力なんてないだろう。今シーズン中に大谷をトレードに出した方がエンゼルスの将来にとってもメリットが多いと思う。現地ファンでさえこのようにエンゼルスの金銭事情を心配しているのです。そんな中、球団オーナーのモレノ氏は大谷選手について次のようなコメントを残しています。大谷はエンゼルスに残りたいと思わなければならない。我々は相思相愛の関係だ。それにエンゼルスが上位を争っている限り大谷をトレードに出すことは絶対にないよ。前述したように大谷選手をシーズン途中でトレードに出せば多くのものが得られるエンゼルス。しかし仮にモレノ氏が大谷選手を放出したら、かつてベーブ・ルース氏をヤンキースに移籍させたハリー・フレジー氏のように大谷を追い出した男として揶揄される可能性もあります。モレノ氏はこれを避けたいとも考えているのかもしれません。いずれにせよ、首脳陣や監督を含めたチームメイトは大谷選手をトレードに出す考えは持ち合わせていないことが明白。そうなると舞台はいよいよシーズン後の FA 交渉に移るでしょう。翔平は今シーズンを最後までプレーし、 FA 市場に出てどうなるかを見極める権利を持っている。代理人のバレロ氏は大谷選手の去就についてこのように断言しています。エンゼルスが大谷選手と再契約するには今季必ずプレーオフに進み、チームとしての価値を生むこと、ヤンキースやドジャース、レッドソックスなどいわゆる金持ち球団に負けないくらいの契約金を準備することが条件になりそうですね。大谷選手がエンゼルスと再契約すると思う方は、来シーズンもエンゼルスだと、 FA で他球団に行くだろうと思った方はぜひご意見をコメント欄にご回答ください。大谷選手自身の発言やチームメイトや首脳陣のコメントについても興味深いと感じた方はぜひいいねと一言コメントいただけると嬉しいです。明日も熱い情報をお伝えする予定ですので、見逃さないようにチャンネル登録してお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。